最近ヘビ脱走のニュースをちらほら見て複雑なヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビが、もし逃げてしまったら、脱走してしまったらどうしようかというお話をしたいと思います。基本的にですね、そんなにこう厳重なロックをかけてとかケージ檻に入れてとかそういう生き物ではなくて、しっかりしたスペースで飼ってあげれば、それをこうどうこうしてっていうことはほぼないかなとは思うんですけど、でも冒険心というか活動的なモードになる時があって、そういう時にちょっと穴が開いてたりとか、スライドが隙間があってそこに首を入れてみたら開けちゃったみたいなので、ケージから脱走するということはあり得るかなと思います。例えばですけど、こういうレプタイルボックスなんかがこうメンテナンスとかして水入れたり床材変えたりした時に、こうちゃんと閉めないで、なんとなくこんな感じで置いてしまったっていう場合は、ここからこうニューニューニューって大冒険が始まることはあるので、こういうのきちんとしまっておくとか、あとはですね、ちょっと細かいことなんですけど、こういうのって結構細かい工夫とか想像力の積み重ねだと思うんですよね。見てもらったら分かると思うんですが、縦に置かれるご家庭だとしたら、こう置くとかね、そうするとスライドがこっちだとしたら、こう壁につけると出ないでしょう。で横だと、こう壁につけると出ないでしょう。で2匹飼ってたりすると、うちはちょっと向きがあるのであれなんですが、こういう感じでスライドしないように置いてあげるとか、もうねこういう細かい想像力の積み重ねだと思うんですけど、それでも逃げてしまったという場合にどうするかっていうと、ボールパイソンとかヘビはですね、結構行きがちなところがあって、それはまず一つは空間温度とちょっと温度が違うところ、例えば今部屋の温度が28度だとしたら、なんかそこだけちょっと涼しいとか、そこだけちょっとあったかいっていうところに行きがちだったりすると思います。だから学校とかお仕事とか、デートとかお出かけとかして帰ってきたら、ボールパイソン元気かなって見て、いないってなったら、一旦ね、その、戸締まりをして、全部そこの部屋とか家から出ないようにはした上で、ちょっと涼しいところとか、ちょっとあったかいところとか、またちょっと入り組んだ狭いところとかを見てあげるといいかなと思います。例えばうちで言うと、こういうところで言うと、全部透明だからあれですけど、こういう裏にいたり、下の段のこういうところにいたり、こういうところに入っていったり、うちはこれがあったかいので、ここに近くに行ったりもすると思うんですけど、あとはこういうね、スピーカーとか電気製品もちょっとあったかいじゃないですか。こういうところに巻きついてたりすることもあると思います。涼しいバージョンで言うと、風が吹き込む通気口の近くとか、あとは空気清浄機とかですかね、そういうところは居がちかなと思います。なので、空間温度とちょっと違う温度の場所があったら、そこを見てあげるのがまず最初はいいかなと思います。それでもいないってなったら、結構奥まったところが可能性があって、さっきお話したこのスペースの裏とか、こういうところとか、あとね、意外と電化製品の隙間なんかにいることが多いですね。例えばエアコンのパネル、バコンって開けたここにいたりとか、エアコンの上にいたりとか、ツイッターとかでも見ますけど、洗濯機のどうやって入ったのみたいな、洗濯機の中、層のとことか、こう下とか、あとは聞いたりするのは、冷蔵庫のタービンの周り、冷蔵庫ってこうあるでしょ、皆さんの家にも多分5つか6つ冷蔵庫があると思うんですけど、冷凍マウス用とね、冷凍ラット用と、あとはアイス用と食事用とかいろいろあると思うんですけど、ちょっと下を覗くとタービンがあって、それがあったかかったりブイーンって言ったりしてるんですよ。そこに巻きついてたりするってことがあるので、ちょっと涼しいところ、あったかいところ見て、それでもいなければ電化製品の裏側みたいなのを見てみると良いかなと思います。でそれでも見つからない場合で、聞いたことがあるのは、小麦粉をまく、バーッと小麦粉を薄くまいて、でしばらく待つと、こう仮に部屋の中にヘビがいたりすると、そこを通ると分かるわけじゃないですか、跡が、ここを通ったなみたいな。なので、まだ部屋にいるとか、こっちの方に行ったとかっていうのが分かるので、やべえ逃げたってなったら、小麦粉をまいたりして、警察の指紋採取みたいに後を追うっていうのもいいかなと思います。小麦粉とかまいたら掃除が大変じゃんって思うと思うんですけど、もうこれはね、逃がした人間が悪いです。手間がかかっても大事なヘビを逃がしてしまったということなので、もう後で割り切ってお掃除をするということで、そういうことをして探すというのもいいかもしれません。問題はですね、家の中を探してみたけど、もうどうしてもいないってなったら、
まあ、近くの保健所とか動物愛護センターっていうところに、まあ、これぐらいのヘビを飼っていたんですけど、ちょっと家の中にいなくて、もしかしたら外に行ってしまったかもしれませんっていうのを相談するといいかなと思います。あるいはその子をお迎えしたショップさんとか、仲のいいショップさんに連絡をして、どういうところに連絡をしたらいいですかとか聞いてみると、まあ、一緒に相談に乗ってくれると思います。まあ、いずれにせよね、逃がさないのが大事。爬虫類はこうトラブルが起きないように先回って想像力を働かせていくことが大事だと思うんですよね。まあ、ボールパイソンにしろ、他の爬虫類とかトカゲにしろ、脱走してる、逃がしてる、逃げてしまっている数っていうのは犬や猫に比べてもずっと少ないと思うんです。でもやっぱり目立つから、何かあったりしたら、まあ、ニュースでね、こんな大きなヘビが、ボールパイソンというめちゃめちゃ大きなヘビが、2メートル3メートルあるヘビが逃げましたとかなるわけじゃないですか。こうちょっと面白おかしく、まあ、目立つので過剰に騒がれたりしてしまうと思うので、まだまだね、人気になってきたとはいえ、犬や猫とか他の生き物に比べたら、まあ、分母の少ない生き物なので、何かあったら取り沙汰されやすいっていうことを、こう飼育をする僕らとしてはよく肝に銘じておいて、まあ、そういうことを悪目立ちをしないようにしていくっていうのは、まあ、今の自分が飼っていることや、これから先飼育者の人が増えていく、これから先もっと人気になって一般的になっていくっていうことを考えた時に、すごく大事なことだと思うんですね。なので逃げてしまった場合は、家のそういうところを探してみる、それともどうしても見つからない場合は、ショップや保健所や動物愛護センターに相談をしてみるというのがすごく大事なことですけれども、そもそも逃がさない、こうしっかり想像力を働かせて逃げないようにして、きっちりきっちりやっていくっていうのが大事かなと思います。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビが、逃げてしまったらどこにいるのか、家の中にいなかったらどこに連絡をすればいいのかというお話をした上で、逃がさないようにしっかり飼育していきましょうねというお話をしました。当店の販売しているヘビ、覗いてみたい方は概要欄にあるホームページからご覧ください。飼育やご購入についてご質問がある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。国産の自家繁殖ラットの定期発送サービスも行っております。概要欄にあるラット専用公式 LINE からお申し込みください。ただいま期間限定で毎月12名の方に送料だけで10匹のお試しサービスを行っております。ご希望の方はラット公式 LINE からお試しラット希望とメッセージをください。